ャース大谷翔平の2000連発6号ソロに米記者が言及。同僚らは恐れをののいているドジャース4-1ナショナルズ。日時間24日ワシントン DC ドジャース。大谷翔平投手は23日日時間24日敵地ナショナルズ戦で2試合連発となる6号ソロを放った。打球速度は塁打としては自己最速となる 118.7 マイル、約191キロ、飛距離450フィート、約 137.2 メートルの豪快弾。チームの番記者は、ドジャースの同僚らは、大谷の 118.7 マイルの HR に恐れをののいていると同僚のコメントを紹介している。大谷のアーチはメジャー7年目で初上陸したナショナルズパークの右翼2階席にまで達した。地元紙オレンジカウンティレジスターのドジャース版ビル・プランケット記者は X、旧 Twitter を更新。救援2階のマックス・マンシーナ野手の僕が今までに見た中で一番遠くへ飛んだトップスピンのボール。彼がもしバックスピンをかけて打っていたら間違いなく場外まで行っただろうねとのコメントを紹介した。試合後にはミゲル・ロハス内野手も大谷の塁打に言及。アメージング、アンビリーバブルだよ。ああいう場面を目撃するチャンスがあるたびに彼のような選手と同じチームでいられることに感謝するものさと興奮気味に話していた。この試合、代打で敵地打を放ったジェームズ・アウトマン外野手も中に、翔へ、いのホームランの話をしていい?と突然切り出し、あれは、とんでもなかった。あれは、とんでもなかったよと熱っぽく振り返った。歴戦のメジャーリーガーでさえも目を丸くした大谷の一振り。全米のみならず、世界中を熱狂させる理由がよくわかる、証言だった。フルカウント編集部。